いらぶ稽古。あゆさん、AKB ファンに叩かれても別に、いっす、あ、ごめんなさい、AKB ファンに叩かれても別にいっさ。こと、イッサの野郎が、舞台で共演して AKB48 のメンバー、増田ゆかさんとのお泊まりデートを報じられてやがりました。おい、やりちん鼻ピアス野郎。お前な、俺の大好きなユッタによくも手を出しやがったな。ユッタはな、AKB とは言っても決してテレビの露出が多い方ではないが、歌もダンスもダントツでうまい、将来有望なアーティストなんだぞ。アビルとかいう万引き女とのハメ撮り写真が流出するようなお前と違うんだよ。そんなお前を許してやる方法が一つだけある。お前、家に泊めるぐらいなんだから、ユッタのアドレスとか知ってるんだよな。今から俺のアドレス教えるから、ユッタのアドレスをメールで送ってくれ。そしたら許してやる。俺のアドレスは、ラブラブユカちゃん、ラブユカちゃん、あと、ファックダパンプゴキブリ。12月で、AKB を辞めるそうなんで。恋愛解禁になったら、前田敦子と俺と ISSA 先輩の4人で合コンでもしましょうね。じゃあメール待ってます。ラブラブユカちゃん、ラブユカちゃん、すごいな。ファックダパンプゴキブリ。相当嫌いな。すごいな。そのギャップがすごいですね、感情の。